ここで KTS のスタジオから大雪情報です。薩摩大隅地方では25日朝にかけて大雪の恐れがあります。鹿児島市内の道路では積雪のため立ち往生する車が相次いでいます。24日午後10時半ごろ、鹿児島市の東紫原陸橋です。道路に雪が積もり動けなくなった車が立ち往生しています。原付バイクの男性も諦めた様子でした。で、登るとしたら車がいたんで、ちょっと止まったら、もう一回止まったら登れなくなってしまって、ああ、もう登れないんですね。横に寄せた感じですね。強い寒気の影響で薩摩大隅地方では大雪の恐れがあり、26日午前0時にかけての24時間降雪量は薩摩地方の山地で10センチ、平地で5センチ、大隅地方の山地で5センチ、平地で3センチが予想されています。現在薩摩地方に大雪警報が出されています。この雪の影響で県内の道路では20カ所で通行止め、51カ所でチェーンが必要となっています。主な国道では国道10号線、国道3号線、国道225号線の一部区間で通行止めとなっています。また高速道路では九州自動車道の全線、南九州道の全線、東九州道の梶木ジャンクション末吉宝部間が通行止めとなっています。海の便は垂水フェリーが24日午後2時40分以降運航を見合わせていて、再開は状況を見ながら判断するとしています。25日はフェリーあけぼの、フェリー太陽2、フェリー機械、フェリーハイビスカスの午前の便で欠航が決まっています。桜島フェリーは通常運航となっています。